はい、いつも失っております、アンツベチャンネルです。はい、今日はね、このアリのフィギュア、これを改造していきます。ここのね、上のところにこのアントマンが乗る操縦席みたいなのがついてるんですよ。で、これ外れなくて、で、これ正直いらないじゃないですか。なのでこれをちょっと取っちゃって、新しくここを造形し直して、あの女王アリみたいな感じでちょっとやっていこうと思います。ということで、まずはちょっとこの触覚が折れたら良くないので、これ外しちゃいましょうか。この触覚をですね、触覚は引っ張れば簡単に取れるので。で、あとはここがね、接着剤か何かでここの部品を後付けしてるような感じがどうしてもするんですけども、完全にカチカチに固まっちゃってるので、これ剥がせないですね。ノコギリで切断しちゃいます。やっていきましょう。ちょっとプラノコ使っちゃいます。はい、ということで、じゃあ、まあ、一応これ加工するところはもう全部できたかな。ここのね、ちょうど副併設のところが造形しないといけないので、結構切り欠きを入れてしまいました。で、ここに盛り付けていくのと、あとはここの胸部のところはしっかりと造形していかないとダメですね。今日はここまでにして、で、また次回、まあ、エポキシパテ使ってやろうと思います。はい、じゃあ一応ここからはですね、パテをここにつけていって、一応造形をしていこうと思います。使うのがこれ、この2つのパテを混ぜ合わせて造形できるみたいなので、まあ、簡単にできると思うんですけども、まずはちょっと副併設のところを簡単に作っていこうかなってことでやっていきましょう。はい、ということで、一応このパテが固まるまで数時間かかるみたいなので、固まったらまた改めて、造形をですねしていこうかなと思います。はい、ということで、一応固まったので、まあ、これちょっとね、形がすごくいびつになってしまってるので、なのでちょっとこのヤスリ使ってね、これを使って簡単に形をですねもう少し綺麗に仕上げていこうと思います。ということで、一応ヤスリ掛けも、ですね、終わりまして、もうこれねツルツルな状態で、で、まあ、こういうラインとかいろいろつけましたけども、あとはこういう出し痕ですね、こちらの左側も右側も一応できましたので、あとはちょっとね、ここの、副併設ありますけども、あとここの部分ちょっとやっぱり強度の問題でこれ以上細めることができなかったので、しょうがないですね。まあ、こんな感じでやっていこうと思います。はい。で、次の工程が一応サフを拭くっていうんですかね。塗装していく前に粗いところとかを平滑にする。で、それをやって終わってから塗装しようと思います。塗装についてはちょっともうですね、もともと家にある普通のラッカースプレーがあったので、まあ専用のやつじゃなくていいかなと思ってます。はい。ということで、じゃあこれで。じゃあ一応塗装も終わりですね。まあ、これですごいいい感じに塗れました。で、組み立てをちょっとしてみましょうか。ここにちょっとシールを貼ってたので、マスキングを外していきますか。
入った、入りましたよ。こんな感じです。すごいいい感じなんじゃないかな。で、あとはもうこのね、こっちの足がね取れちゃったので、これはもうね、接着剤でこれ取り付けるしかないですね、うん、ここ根元からこれもげちゃったんで、うん、あとは触覚もちょっと一応塗装し直したんですけれども、これをつけていきましょうか。いい感じだ。どうだろう、すごくないですか。結構ごついな、いかつい。でもすごいいい感じになった。で、一応これでまあほぼ完成なんですけども、まあ、これ取り付けたらですけどね、足を取り付けたらほぼ完成なんですが、一応ね、こういう脱脂痕のところとか色が若干違うじゃないですか、ちょっと赤っぽいっていうか。なので試しにこういう、もう初心者キットみたいなのが売ってたので、これ買ってみたんですよ。まあ、これ色を混ぜ合わせて、ここに混ぜたものを入れて、でそれを直接もう塗れば OK みたいですね。ちょっと時間があるからやっていきましょうかね。もともと黒塗っちゃってるから色がねつかない。ちょっとやっていきます。こんな感じで、はい、完成しました。ものすごく綺麗にできたんじゃないでしょうか。こんな感じです。横から見たらもう上割っぽさしっかり出てますよね。で、作り直したのが、まあ、ここの胸部の部分ですけれども、まあ、特に違和感なく黒く着色できて、で、まあ、ツヤツヤになってね、非常にいいんじゃないでしょうか。パッと見はね、なんだろうな、山黒山ありとか、ツヤ黒山ありとか、まあ、それに近いのかなって思います。で、近く寄ってみると、まあ、ここのですね、この部分、腹閉節も一応しっかり作り直したのと、あとは羽が取れた後ですね、ここの脱脂痕っていうところもしっかり造形しまして、で色も塗り直してます。まあ、なので近くでこうやって見てもですね、一応耐えられるぐらいの精度にはしてますので、かなりいいんじゃないですかね。はい、結構時間はかかりましたけれども、ゆっくりねしっかりやっていけばできるんでしょうね。はい、ということで、一応まあ今回はこれで以上なんですけれども、まあ、皆さんもちょっとね、こういったものを作ってみたいなって思われるようでしたら、この動画をですね、参考にしていただいて作っていただければなと思います。はい。じゃあということで、今回はこれで以上ですね。よくできた。満足です。